はい、戻ってきました。はい、ではまず注意事項からですね。覚えましたね。はい。はい、まあ、このコンテンツはですね、動画一つで一つのコンテンツではなく、はい、一本の再生リストで一つのコンテンツとなっております、はい。もしこの動画を単体で開いてしまったよという方がいらっしゃいましたら、説明欄に URL がございますので、そこから再生リスト一本丸々お楽しみください。はい。お願いします。はい。ということで、聞いていただきました、ピスクさんのブラックコーヒー。いいね、いいね、なんか。エレクトロスイングです。ジャズだけど今風だし、でもまあ結構昔に寄ってたよね。まあね。曲風っていうか、なんか声の感じとかもそうだし。そうそうそう。あとは今回はその映像もね。あ、映像も確かに昔になんかレトロな感じ。レトロな感じだった。結構こういうのが好きなんですよ。うん、いいねいいね。いいよね。いいけどこっちの話進めすぎちゃうとフォートナイトに行けないんだよね。行くか毎回ね、多分ね、2つ前ぐらいからフォートナイトの話しようって結局してないっていうね。ずっと。まあ、いっか。まあ、全然フォートナイトに移っていただいても。まあ、俺はだから、ちょっと話しておきたいなっていうのは、言っとこう。まあ、エレクトロスイングからスイングジャズが好きになってるですね。でも、スイングジャズの2枚組の CD とかを、すごい。ブックオフとかで、うん。もう探しまくって、うん、ブックオフにいるのが結構好きで、あー、わかるわかる、何があるかぶっちゃけわからないじゃん。スペアとかはさ、本当にもうアーティスト名が最初から最後までずらーってきっちり並んでるから、確かに、もうある程度誰々の何々が欲しいなって思って行ったらある、うん、けどもうブックオフは本当に何があるかわからないし、そうだね、あと売り場がめっちゃ分かれてるんだよ、280円のコーナーと500円のコーナーと、そうだ、値段で分かれてるんだよね、そうだ、あとはそういう値段設定とかなく、もう普通のコーナーがあって、うん、そうだ、で俺はあの280円から入るの、280円で探して、うん、ない、はい、じゃあ500円、うん、はい、ないみたいな、なるほどなるほど、で一番高い普通のところに行って、うん、あったとか、うん、なかったとかって言うんだけど、まあ、もうないのもあるけど、会った時の喜び半端なかったりする。確かに、うお、あったみたいな。確かにね、先週なかったのに今週いるみたいな、うん、あ、すごい、それ奇跡だね、もうとかあるしね、うん、お、逆もしっかりなんだけど、先週会ったのに、そう、あ、なるほど。あとはなんか本当に久々に行ったりとかすると、うん、あれ、この前まで500円棚だったのに280円棚、あ、値下がりしてる、お、結構そういう発見があって楽しい、うんうんうん、で俺はだからそこでそういうね、スイングジャズのジャズ、なるほどね、CD をもう たっぷり買って、もう多分今家に5枚分ぐらいあるんです。すごい、へえ、でもうちょっとあのコンポでね、うん、流すのが好き。ああ、いいね。すごいたまにだけどね、毎日聞く、毎日聞くもんじゃないなって思う。まあ、そうだね、スイングなんか普通のジャズってカフェとか流れてるやつだったら毎日聞いても全然 BGM でしていいんだけど、うん、スイングジャズって結構気分乗ってないとさそうそうそうね、楽しめないよね。だからもうなんか普段ずっと家の中でも俺イヤホンで聞いちゃうのよ。ああ。なんか音質がいい、うん。結構イヤホンとか凝っちゃうタイプの人だから。確かに。だからもう本当に何ハンズフリーでなんかするとき、うん。家の掃除とか、うん、片付けとかするときにスイングジャズポンと流して、で、イヤホンとかつけずにコンポから直接の音で、うん、もうノリノリで片付ける、うん、踊っちゃうよね、もうなんなら、もう踊っちゃう、ステップとか踏んじゃうよ、ね、もうそうなんだよね、全然踊れるいい曲だったね、まあ、こんな感じでスイングジャズ、はい、ジャズの流れはいいんじゃないでしょうか。そうですね、そろそろフォトナにでも行きますか。フォトナに行きますか。でもフォトナもさ、なんかわかんないけど、俺フォトナって好きな要素の一つにもうかなり大きいのがもうあの妹なんだよね。男性モードすごい好きで、フォトナの最近荒野とかでもできるようになったよね。あ、そう、荒野でもまあエモートあるけれども、あれはなんか荒野はゲーム的に、あ、なんか現実寄りなゲームだから、確かに、あんまエモートのその面白さとか煽りのなんかうざさみたいなのがないけどフォートナイトマジでうざいしさ、マジでおもろいから、煽られた時は半端ないね。そう、うん、本当になんかもうさ 100% で勝負してさ、うん、煽られた時はさ、うん、結構どうでもいいんだけどさ俺とかスマホだからさあの5連戦とかするとさ、うん、もうめちゃくちゃラグいわけ。確かにさ、めっちゃラグくてさ、でタクショとかさ、うん、3発ぐらい当ててさ、うん、で SMG に持ち帰るか、うん、まああとタクショで1発ぐらいだろうっていう時に、ギリギリでやられた時に、うん、もうラグいし、うん、で煽られるし、でもうイライラのマックスみたいになるの確かに、縮小お前みたいな
こっち長くなかったらぶっちぎりいけたぞみたいな感じになるわけ。もう負け惜しみみたいな。なるほど、なるほど。あれが悔しくてたまらない。悔しいね、確かに。そうだね。ラグイのだけどうにかしてほしいんだよ。どうにかしてほしいっていうか、自分で何とかしようって思うんだよ。スペックをね、確かに。iPhone 変えろよ、みたいなね。そう、自分 6S なんですよ。古いね。6S はもうフォートナイトができる最後の機種だから。ああ。もう一番古い機種なの。ああ、もうそうなんだね。じゃあもう機種の中のもう最低限じゃないですか。最低限。最低限は最低限だよ。だってもう、フォトナ遊べる機材の中でまず最低限じゃん。スマホ時点で。確かに。確かに。PC、PS4、うん、スイッチ、スマホじゃん。そうだね。スマホの中でもまた最低限。ゲノゲ。やばいね。ゲノゲだよ、もうすごいよ。これで頑張ってる方だ。本当に。本当だね。でもね、今からもう映れない。映るに映れない。もう慣れちゃってるもんね、その動きとかね。映ったらね、下手くそになる。まあでも、一旦いいんじゃない？その下手くそをさ、機種のスペックが補ってくれるかもしれないし。わかんないけど。長くないと。そうそうそう。確かに可能性はある。うん、可能性はあるけど、きついな。やっぱ話聞いてると、うん、その PS 勢とかの、うん、聞いてるとね、きつそう。あ、特にエイムとかね。エイムに関しては確かに、スマホの方が若干、そうだね、合わせやすいね。やっぱアシスト、まあアシストがどっちが強いとかは、うん、両機種やったこととかがないから分からんけど、やっぱなんかエイムアシスト楽だし、うん、あとは俺はその照準があったら自動で撃つ、あ、自動でモードにしてるから、うん、あれとかも割と便利だけど、うん、だけどなのよ、うん、だけどあれに頼りすぎると死ぬ、うん、そうなんだ。そう、もうさ、こうピョン相手と、はい、11になりましたと、うん、フェイタルとか、うん、もうフェイタルめっちゃ開けたところで11になりましたと、うん、もう建築しない限り、うん、遮蔽物は建てられません、うん、で1対1でさ、ぴょんぴょんすんじゃん、うん、でこっちショットガンで構えて、うん、まあもう一発当ててローにして、うん、まあ SMG 行ったらいいかなみたいな、うん、ショットガン構えてさ、めっちゃ相手に照準当ててんのにさ、うん、一向に撃たないの。で俺はもう自動発射があるから、うん、それにもう任せきりでぴょんぴょん跳ねてんのに全然撃たなくて、その間にめっちゃぴょんぴょん入れられて相手に。で死ぬみたいな。なるほどね。だからね、頼りっきりになると、頼りきっちゃダメだね、機械には。もう頼りきりになるとさ、発射ボタン押さないの、わざわざ。あー、確かに。そう、だからあれあれ全然撃たねえ、あれ撃たねえ、撃たねえみたいな感じで気づいたら死んでるみたいな。あー、でももう自動発射モードにしてても、うん、ある程度自分で発射ボタンを押さないように、そうだね、あれは。そうだね。頼り切ると死にます。死んじゃう。もうびっくりしたもん。全然打たねえし、こいつって。ダメだね。もうそれは、うん、アシストに任せすぎちゃいけないよね。うん、まあでも、かといってスマホ、スマホってなんかやっぱ、コマンドが多いと入力しきれないからね、スマホの画面だけで。なんかね、もうちょっと頼りたくなる気持ちはわかる。確かに。俺は自動発射モードね、あとエイムアシストもね、いろいろあるよ、うん、スナイパーとかで、うん、例えばめっちゃ遠くの敵狙うときって、うん、そのアシストが働くからさ、うん、相手がこう走ったり歩いたりするとさ、うん、全部追っかけんのよ、うん、でもさ、こっちとしてはさ、偏差打ちがしたいわけ、うん、だから、あー、なるほど、わざとある程度相手の前に打ち込みたいのに、うん、ずっと相手に合わせちゃうから、うん、なるほどね、いやいや、ちょっと外してくんないみたいな、なるほどなるほど、時とかが割とある。確かに確かに。あとは撃つつもりないのに、うん、撃っちゃうみたいなね、自動発射。あ、そうか、うん、まだなんか偵察してってるぐらい、ね、中距離ぐらいで、うん、こっちで AR 持ってて、うん、で階段とか作って、うん、相手はいまだ気づいてませんと、うん、でこう見て、うん、あー、いけるいける、余裕余裕とか思ったら、いきなりバーストでタタタンとか撃っちゃっておーいみたいな、まあ撃つとこじゃねえだろみたいなね。でそれ相手大人数だったらもっと悲しいよね。終わる終わる終わる。それでバレて、うわ、バレたよってなって、いちいちになるみたいな。なるほどね。あれとかはもう困るんだよ。確かにね。もうスマホはそういうのがね。うん。あれ。そういうのがある。ぜひ、ちゃんとした端末を手に入れてほしいな。いやー、どうするかな。迷いどこだよ。本当に。でも、まあ、買ってもなー。うん。うん、微妙、うん、微妙か、微妙だね、まあ、ゲーム好きだけど、うん、まあでも、うん、そうだね、スマホだと外でもできるしね、うん、出先とかでも、スイッチ、あ、スイッチも確かに。いや、まあスイッチの方がなんかちょっと悪いって聞くしね、うん、何、画面のフレッシュレートっていう、リフレッシュレートっていうか、うん、低いんでしょ、コマ数が。PS4 の方が高いね。PS4 の方が高いって聞くし、うん、そこら辺でもまあ
スイッチでやってる限り PS4 Z と当たることはほとんどないから別にいいんだけどさ。あ、そうなんだ。どうせスイッチとしか当たらないから。あ、そうなんだね。そのクロスプラットフォームにしない限り多分当たらないから。ほうほうほう。スイッチね。まあでもどちらかというとスイッチ。そう、そこ悩むよね。PS4 かスイッチを買うかって。微妙。微妙。今買うべきではないと思う、俺は。うん。間違いない。何せ、就活してないから、うん、ワンちゃんこの後、実家に戻るような人だから、あ、そんな人がだって、来年度さ、うん、その、就職先も、仕事にもついてないのにさ、うん、PS4 持って家帰ったらさ、切れるべ。切れない。お前なんでゲーム買ってんのみたいな。確かに確かに。ゲームやってたのみたいになっちゃうじゃん。確かにね。そんなことはできない。さすがに。確かに。あと結構ね、俺ゲーム買っちゃうと没頭しちゃう。もうずっとやっちゃうんだ、うん、一瞬めっちゃ没頭して、うん、冷める、一瞬で冷めるの。あー、ポケゴーとかもうほんとそれだった。確かに始まって、うん、もう数週間めっちゃやりまくってめっちゃレベル上がって、うん、で一気に冷めた。あー、あるね。 そんな感じ。いや、まあ、まあそうだね。スマホのゲームはさ、そういうのが起こりやすいんじゃないかな、ね、ちょっと。お金払ってないからね。そう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 。普通になんか4000円とか5000円で買ったゲームだったら、まあ割とね、やっちゃったりする、うん。お金払ってるとそうはならないもんね。そう。そうはできない。そうそう。あの、お金腐るほど持ってない限りは。確かに。せっかく買ったんだからってなっちゃうよね。ね、やっちゃうよね。あとスマホのゲームはなんか終わりがないからね。ゲームになんかもう。うん、でフォートナイトとかクリア性がない、ね、そう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 、もうずっと遊べるから今一旦休止してもいいかなっていう気持ちも出てきちゃうしね。うん、うん、結構もうアプリとか一瞬で消しちゃうよ。あ、そうなんだ。そう、なんかゲーム無料ランキング1位とかになってて、うん、ああちょっと入れてみようかみたいな、入れて、うん、その後多分3時間ぐらいのゲームやるの。そやるんだ。そのゲームやって、うん、あ、もう飽きたわって消す。あ、すごいすごい多い。これが思い切りがいいね。消しちゃうんだよ、ね。あ、そうなんだ。え、もうなんか、その、次回もし やりたくなったら引き継ぎるようにとかしたりしないんだ。しない。あ、そうなんだ。全くしない。俺絶対しちゃう人なんだよね。うん、しない。あ、そうなんだ。しないし、うん、あと、最初のリセマラとかもしない。あー、へえ、もういきなり始めちゃうんだ。うん。めんどくさいじゃん。確かに。いや、もう、中取りとか最初から受ける気にならん、みたいな。あー、なるほどね。リセマラやる人はすごいやるよね。うん、やります。きつい。そっかー。選んない。すごいね。でもすぐ飽きちゃう。あ、フォートナイトとか珍しいぜ、こんなにずっといるの。俺の iPhone に。なるほど。やっぱ面白いと、フォートナイトは、うん、飽きにくいのかな、フォートナイトの方が。まあやってる人が多いってのは。そうだね。フォートナイトの人気ってすごいよね、今。うん、やっぱ一人でやるよりみんなでやれるってところはでかいかもしれない。うん、そう。ね、なんか前なんだっけな、学校関係でなんかおもちゃを作っている会社の人となんか話す機会があったんだけど、うん、なんかその人もなんか最近の子供は本当にみんなマインクラフトかフォートナイトしかやんないから、もうマジでおもちゃを作るのが困るみたいな感じで言ってて、あ、もうみんなそうなんだと思って、別に周り子供がそのちっちゃい子とかさ、今も一人暮らしで周りいないからさ、あんまそういうの分かんなかったけど、もう今小学生とかみんなフォートナイトとかそうやってるらしい。あと夜はもう本当に実況見るみたいな。あ、らしい。小学生からもすごいよね。そうだよな、おもちゃね。うん、なんかもう最近オープンワールドのゲームとかも増えてきてさ。確かに。なんか俺らがおもちゃでやってたようなこと、まあ、すっごい簡単なところだと例えばフラフープ回すとかさ、うん、なんかもうそういうのってゲームの中でできちゃいそうだよね。確かに確かに。だってもう体動かす系のゲームでもまあ Wii とかやってればいいしね。うん。うん、別に、そうだね。なんかあるのかな？だから俺が小学生の頃とかって、うん、なんか虫キングのカブトムシのラジコンみたいのがあって、で、それで実際に戦わせる、その虫キングのゲームを再現するみたいな、うん、なんかおもちゃがあって、俺それ持ってたんだけど、うん、よくよく考えたら、目の前でリアルでやんなくても、うん、もう今ならなんかアプリ内とかで出てる。確かに、確かに。そしたらやっぱもう価値そうだね、ない、確かになくなっちゃうのかなとかって思うよね。もうだって確かに再現できちゃうからね、本物っぽいやつを。おもちゃである必要みたいなところが難しくなっちゃう、うん、そうだね。確かに、うん、マイクラ的な
なんか レゴとか。あ、そう。レゴとかの、レゴに対する欲望とかも確かにマイクラでね、うん、全然解消できちゃうし。確かに。そうだよね。俺、ちょっとおもちゃから離れるけど、うん、あのアーケード版のフォートナイトができたら俺やる。あー、なるほど。確かに面白そう。スマホやりづらいから。そういう理由か。確かに面白そう。アーケード版だって銃とか構えられるってことだよね。面白そう。実際に銃構える方が得意だと思う。あー、そんな気にするよね。ゲーセンの。それはでももうサバゲーとかやりに行こうぜ。それはあー、あり、うん。サバゲーめっちゃやりたい。やってみたいよね。でもなんか初期投資大変そうだよね。そう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 。だからもう本当にレンタルとかで気軽にやるとかから始めた方がいいかな。そしたらどれぐらい痛いんだろうっていう。痛くないでしょ。痛いんかな。ああ、服装によるだろう。あ、そっかそっか。裸でやりゃ痛いよねって。そうだ。そりゃね。そりゃそうだ。そうだね。やりたいんだよね。昔アーケードゲームでタイムクライシスっていうのを知ってる、うん、え、あのハンドガンのやつだよ。そう、ハンドガンのやつ。二人でできるやつ。なんだっけ、ラウンド1。うん。ラウンド1で入ると、うん、ゲームが無料でできるみたいなやつ。うん、あるあるある。うん、スポッチャでね。そう、スポッチャで中のゲーム全部無料でできますみたいな。うん、でも、あれってさ、コンティニューとかないじゃん。確かに。だから、それでタイムクライシスをもう行くたびに全クリしてたわけ。うん、その経験があってか、うん、マジ、実際に構える系のゲームは割と得意で。ああ、そうなんだ。そう。だからね、あのフォト流れば俺は生き残れる。でもあったら絶対になんかさ、流行るよね。流行るっていうか、なんか人いっぱい行くと思う。おもろそう。うん。だってバトロワ系の、あ、建築ね。死ぬほどむずそうだけど。どうやって再現するの、建築は。難しいね。移動とかね。確かに。でもさ、なんだっけ、海外でさ、なんか、うん、一時期ニュースになんなかった。もう全部さ、VR でさ、済ますさ、うん、FPS ゲームみたいな。ほー、そうなんだ。銃みたいなコントローラーなんかよくわかんないけど、うん、持って、で、VR ゴーグルで映像流して、うん、で、下は、あのランニングマシーンみたいなやつ。ああ、なるほど。ランニングマシーンの300、あのね、なんていうの、昔じゃねえ。昔のさ、あの、ボールマウスあるじゃん。ああ。ボールマウスをこう逆さにして、ボールの上に人間が乗ってるみたいな。ほうほうほう。なんかこう歩いた方向に向かってさ、うん、入力されるじゃん。なるほど、うん。それが映像に多分反映される。反映されるんだ。そういう機械で、もう、その場から一歩も動かなくてもフィールド上を歩ける、うん、すごいね。なんか前見たよ。へぇ、画像か映像かわかんないけど、でもめっちゃいいね。そう、実際に実装してくれれば、うん、まあ、フォトナみたいに建築要素があるとむずいかもしれんけど、うん、荒野とかパブジーぐらい、確かに確かに全然いける。走る、撃つとか、うん、それぐらいの簡単なアクションなら実現できるかもしれない。確かに。てかもうなんか VR 系のゲームは本当に絶対これから出てくるんだけどもさ、もうなんか期待がすごいよね、それに対する。レディープレイヤー1って映画見た？見てないけど。見てないんだ。めっちゃ見たかった。あれはデロリアンが出るから。ああ、そうだ。そう、俺バックトゥザフューチャーが大好きだから。なんだっけ、ティザー？ティザー映像みたいな YouTube で見たとき、最後にさ、うん、なんか、なんていうの、あのね、口じゃ表しにくいんだけど、うん、なんかね、サウンドエフェクトが流れるの、うん、一番最後、動画終わりに。うんうん、あれがね、バックトゥザフューチャーの音なのよ。そうなんだ。そう、ちゃんとそこ気づいてなかった。そうなんだ。だから俺聞いてて、うん、デロリアン出てきて、お、デロリアンだとか思って全部終わりました、うん、最後音流れます、うおーみたいな、うん、バックトゥザフューチャーじゃんみたいな、超見てーっつって見なかった。あ、見なかった。あれマジで見るべきだよ。もうすごい、あれそうだよね、夢が広がった。そう、 VR ゲーム完全に没入型の、いいよね。うん、実際にあれはさ、うん、もうどういう感じ？なんかマトリックスみたいな感じなの？あ、ではなんかあれはもう本当に今言ったような感じで、その VR のゴーグルつけて、周りはその体を動かしても、その機械がそれに合わせて、その場にいさせてくれるみたいな感じで。あ、やっぱそうなんだ。そう。そうするとさ、下ランニングマシンみたいな。体力ゲーだよね。あ、そう、それは。今、荒野行動のさっきのやつで想像してみたんだけど、うん、めっちゃ疲れねって思って。確かに。確かにね。もうさ、そんなんでさ、まともにゲームできるのってさ、うん、元兵士とかじゃないのって。確かに。もう自衛隊育ちの人とか強そうだね。素人がやってもさ、もう、確かに。いちいちでやる前にもうどっちも疲れまくってさ。確かに確かにね。みたいになっちゃうね。そうだね。超疲れると思う。それかもうみんなイモルカだよね。もう疲れるから移動したくないみたいな。スナイパーゲーみたいな。面白いね。ただ今みたいにさ、もうすぐ次行こうぜとかできないよね。ちょっと待って、水分休憩みたいな。エリアとかやって。そう、お風呂入ってくる汗かいたからみたいな。一瞬休憩みたいな。面白いね、それは。確かに。レッドブルあるけど。エナドリあるよ。ありがとうございます。
疲れちゃうよね。疲れるよ、絶対疲れるよ。だったらあれだね、あのソードアートオンラインみたいな感じの、その完全に脳波で、うん、頭の中で入力した方が、うん、まあ確かにやりやすくはあるよね。体力的なところは、ね、うん、なくなる。だからめっちゃ喋ったね。そうなんだよね、もう20分いってしまったから。やばいね、カットも難しい感じだから結構全部喋ってるから、うん、多分20分丸々残ると思うじゃあもう行っちゃおうか、次の曲に。一旦はい、あ、はい、次、そうだね、ちょっとアーティスト名なんて読むんだろうね、この人は読み方がね、難しいんだよね。どこの国の人なんだろう、ちょっとちゃんと今、把握したいんだけど、お名前がですね、グレイス・ヴァンダーウォールさん。ほう、なんか女の子で、多分まだ今14、15、16歳ぐらい、なんかすごい、めちゃめちゃちっちゃい子で、うん、で、なんかこの子は、まあでもこれは曲終わりに言うか、紹介は、うん、はい、グレイス・ヴァンダーウォールさんの、ムーンライトですね、お聴きください、どうぞ。